はい、あと20分ほどで、スタイファー行政のところで切ろうかなと思います。まず30分の方でまだインクリオされていないという方、おりましたら、インクリオの方をお願いします。18時55分エントリー締めになっております。代理の方を除きましては、北海道エリートではエントリーしておりますので、よろしくお願いします。
本日開催のネイル、スーパーストリートファイターズ X ネイルスター杯予選のエントリーでございますが、あと10分ほどでお聞きいたします。参加希望の方でまだエントリーをされてないという方がおりましたら、エントリーをする者の名前をご記入の上、300円を持ってくる方までお越しくださいませ。なお、代理エントリーの方が1人おりますので、その方、待ちになる可能性がありますので、連絡では7時15分頃になると。言われておりますので、まあそこは順番を飛ばして行いますのでよろしくお願いいたします。エントリーを締めてから要はトーナメント表を作成いたしますので、まあその間に来てくれることを祈っております。で、参加希望の方、おりましたら、カウンターの方でエントリー受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。
Hey!
はい、あと5分ほどでエントリーを締め切りますが、まだエントリーされてないという方がいらっしゃいましたら、お送りしたいと思います。参加費のは300円、先払いとなっておりますので、エントリーされた方はお支払いします。よろしくお願いいたします。で、エントリー締め切ってから、抽選を行って、トーナメント表作成いたしますので、調子開始となっておりますので、ちょっと遅れると思います。そこら辺はあらかじめご了承ください。あと2分ほどですね、あちらの時計、カウンター奥の時計を見て55分過ぎましたら、抽選開始いたしますのでよろしくお願いいたします。現状10名ですね。では、
はい、それではエントリーの方締め切らせていただきます、終了いたしますので、本日は10名で行います。代理エントリーの方が1名いらっしゃいましたので、まあ、そこだけちょっと順番飛ばしてから行うという形になりますが、10名で開始いたしますのでよろしくお願いします。で、今から抽選を行いますので、もうしばらくお待ちください。
バイソン S サワットの対戦筐体でございますのでよろしくお願いします。で、どうですか、まあ、一応ゼロ回戦と終わってから1回戦を行う形ですね。で、行います。あ、いや、来なかったら一応飛ばして次行きます。飛ばして次行きますよ。で、1回戦最後のところまでで来なかったらごめんなさいになりますね。すぐですか。いや、でも試合終わらないと始められないので、さすがに。あとですね、今回の大会はですね、ターボ設定を選んでいただく形になりますので、じゃんけんで勝った方が筐体もしくはターボの指定になりますので、そこのところよろしくお願いいたします。なので、筐体の設定も変えます。で、ご了承ください。お疲れ様です。スター杯のルール知らない方もいると思うので、ここで今一度説明します。あ、大丈夫ですよ。なんかこっちがやたらでかいだけで。キャラですか。キャラこちらに書かれてますので。はい、ですね、エントリーの時に書いてもらったと思うんですけれども、1人2キャラエントリーできますね。例えば竜とザンギエフとかバイソンとホンダとか。で、エントリーした2キャラでさらに X と S の両方のバージョンが使えます。例えば自分だとザンギエフとホンダでエントリーしてるんですけれども、 X ザンギエフS ザンギエフ、X ホンダ、S ホンダ、すべて使うことができます。で、じゃんけんをしていただいて、対戦するプレイヤーはじゃんけんをしていただいて、コンパネ 1P か 2P かを選ぶ、もしくはスピードを1から3速の中から選ぶということができます。コンパネを選んだプレイヤーは、スピードが選べませんし、スピードを選ぶとコンパネが選べないと。で、その状態で先方を、今日運営していただいているシノーさんに申告していただいて、負けた方のプレイヤーは、2回戦以降自分の手持ちの4キャラの中から好きなキャラを使うことができます。変えなくてもいいし変えてもいいですね。その状態で3先を行って、先に3勝した方のプレイヤーの勝ちとなります。ちょっと普段関東でやらないルールなんで、不慣れな方もいるかもしれませんが、今の説明でもわからなかったらば、直前でも聞いてもらえれば説明しますので、よろしくお願いします。あ、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 
あー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 、はい、というわけで大丈夫ですかね。問題ないようでしたらまあそろそろ始めようかなと。あと今回録画しますのでよろしくお願いします。あとは一応 S ホンダが一応フリーズのあれがアカンってだったけど、今日は多分ホンダ使いが少ないので大丈夫だとは思いますね。あ、じゃあ始めてよろしいですか。大丈夫ですか。まだ待った方がよろしいですか。はい、それでは、ゲームデータ式ネイルスター杯予選始めていきます。よろしくお願いいたします。はい、それでは、もうすでに座っていただいてますね。スタートボタンを押して始めてください。さあ、先方戦じゃねえや、1回戦目がですね、待って、遠くて見えないわちょっといつもの大会と勝手と違うのでごめんなさい。先方座るが、グッチさんとシノニーさんですね。マピラがシノニー、エスサガト、セフィラがグッチ、エクスバイソンですね。バイソンサガト、タイソン、さあタイガーショットで押しまくっているエスサガトに対してバイソンがちょっと苦しい立ち回りをしているが、クレイジーが強い。ラウンド取っていくは、グッズバイソン。パタンパターンが中心。さて、比較にボタンを置きながら、押しながら、寄せ付けない立ち回り、そして飛び出しっかりとタイガーとタイガーを飛ばしていっております。タイガーショット、タイガーショット、タイガーショット。さあ、一覧のメートルは打って変わって、サガトは優勢のまま続いております。飛び通って取り返していく。ギリギリのところですよ。さあ取り返して、さあラウンド3、ファイナルラウンドではないです、ラウンド3ですね。そのラウンド通していくが、ここは的確に追っ払っていく。飛びが通ってタイガーショットで投げを通して最後までまず取っていくはグッチバイソンと。でグッさあシノ兄さんが続いてどのキャラを出すかですね。リュウかサガットが、もちろんサガット全部サガットでも構いませんし、キャラ変えても構いませんので、さあここは X3 を選択。さあ聞いた話によるとこの組み合わせ相当リュウ側が大変な組み合わせと聞いておりますが、さあそこをどう返していくのか。だがダメージをゴシゴシ取っていくのは、さあバイソンが、エッジバイソンがノリノリでダメージを取っていきます。そして最後グランドが、打って変わって体力がお互いいい感じに取り合っているから、さあ飛びからグラウンド下がって、さあ今のはしっかり見ておりました。さあ練習していくわ。グッチバイソン、
さまずタイガー、おっと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 、ごめんなさいごめんなさい、あ、あ、あ、さまずタイガーショットからダメージを取っていきまして、ね、下がってるから気がついたらダメージを5分さあベースベース投げていって、ザオアから、さあ2位から投げて、長暴れていく、さあまずはしっかり止めてからタイガーショット、タイガーショットが、さあしっかりアパーで返して、タイガーショット、タイガーショット、飛びが通って3段しっかり繋いでいる。今度はバイソンが大変だが、画面端追い込んで、逃がさない、逃がさない、焦がして、さあどうなる、どうなる、わかりません、まだ全然わからない、どうなる、あータイガーショットを飛んでいた、勝ったのはグッチー、3-0 で勝利です、おめでとうございます。ではもう一つのゼロ回戦いきましょう。ゆうずるさんとねもさん、お願いいたします。皆さんマイクやる、皆さんマイクやる、やらないいいのよマイクいいのよ、いや、ワンマンでワンマン無理だろさあ、あ、どうもお願いです。対するは、ニューズルさんの DJ とネモさんですね。え、マジで、マジでマイクを助けてくださいあ、あ助かる、どうも、カワシュでーす、お願いします、よろしく、よろしくっす。 DJ ブランカ、僕全然わかんないんですけど、 DJ ブランカはね、もう DJ はもうじっとしてて、中パンブ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 ンで中パン大パンですね。で、たまにあのブランカテクテク歩いてくるんで、はい、そばっとね、読まれないように出してると、おここは見逃さなかった。いや、プレッシャーのかけ方がね、良かったですね、画面端での、はい、なるほど。ワンチャン飛びが通って一発で決める。いや、しかしあっという間に画面端、これは DJ といえどもきついか。ね、あのそばっとね、まあ、刈られないうちは大丈夫なんですけど。あ、そうなんですか。そうですね、あのそばっと食らうと大きい攻めがあるんで、結構面倒くさいですね。さあ、なんとか逃がさずに、いきなりところが空対空しっかりして、うまいですね。うわ、スライディングの、あ、なんなかった、滑り合い。さあ、エアスラー、さあ、エアスラーもね、適当に打ってると、はい、ワンチャンリバーランでメッシュと食らって置き攻め面倒くさいんで、結構気をつけないといけないですね。なるほど。まあ、牽制技適当に振りながらエアスラー読まれないように叩いと、さあ、この距離はソバットレベルって、あー、速い、速いさあ、ここはだー、なんと噛んだ後に噛む噛む、うまいですね、やばいですね、長田投げみたいな感じですね、長田投げみたいな感じで、あえてあれね、ブランカでああやってジリジリ近づくのすごい、ほんと難しいんですよね。いや、ほんとブランカ、まあ、ガイルもそうですけど、歩きも遅いし、で、対して強い牽制技もないんでね、もう小足でピッピッて出して歩いて近づくぐらいしかない。さあ、この画面端いいですね、キレッキレですね、動きがかなり、そうですね、かなり詰め方がしっかり丁寧に。さあ、あのエアスラくぐりのリバランもね、あれ小足ピピピってやられてると、あのガイルの、あ、2ヒット、あれみたいにそう、食らっちゃうんで気をつけないと、ワンチャンでピオリッチにしよう。やっぱそのエア、DJ のエアスラ打つ
打ってる場合もなんかギリリバーラン届かないところで打ってる感じが、そうですね、やっぱここら辺はもう変えるみたいな。ここはゆずるくんがスパーコンで暴れていった。ワンちゃんデモクは噛みに行ってましたね、今ね。そうですね、しっかり見逃さなかった。さあ、うわー、コケルが衰弱、間違えちゃった。ランカのね、踏みつきってあの大パンでしかできないんで、はい、もう噛みに行くって決めたら大パンなんで、結構読まれてお釣りをなんか食らうと痛いですよね。投げ前ね、広いんでかなり強い技なんですけど、さすがガード、あ、引っかかるが、これは気まずい、肘が通らない。ガンガン画面端でめくられないようにして、そうですね、あそこをね、なんとか崩していかないとブランカは勝機がないですね。ブランカ側としてもやっぱり DJ が画面端にずっと居座り続けるってかなりヤバいですよ。本当にやることは限られてる、限られていくのが来ちゃう。お、ここで来た、ネモさん、おっと、なんか DJ、 DJ ですね。これで完全にキャラとしては五分、ここでまあもうブランカ製とは全く違うものになる。さあ、ゆずるくんが黒色の DJ で、はい、ネモくんが紫ですね。若干分かりづらいけど、さあ、めくりに行く、あー、ここはガードできる、ガードできる、今中盤出てましたけどね、ガードできてますね。あー、飛ばされて、ここはさすがのゆずるくんがリード、しかし大きなリードではない。あー、やばい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 、これもあれですね、なんかあのガール DJ みたいな感じで飛ばしたら勝ちだけど、飛んだら勝ちみたいな。あれ、エアスラあれですね、今スライディングヒットすると抜けてくれるんですね、上ね。あー、うん、普通は抜けられないですけど、当たると抜ける、はい、さあ、1本目はユーズル DJ が、はい、まあ、頭の打ち合い、いつどちらが仕掛けるのか。さあ、ここはスライディングヒットがあって、さあ、お互いにこれはどこだ。あ、さあめくりからの投げる、さあ頭の打ち合い、これはゆずるさん間に合うのか。これはちょっと厳しいですね、完全、あっ、ここからさあガードから投げて攻めるしかない。さあしっかりシューキック浮いてましたね。ワンチャンスパコンくらいしかないですね、はい、やっぱり DJ もああなっちゃう、取り返しづらいですよね、相手が。そうですね、なかなか DJ をめくることがね、難しいんで、相手逃げられて、あー、ピオル、ここで、さあ、ここはユーズル君が取っていきましたね。さあ、2本取ったのはユーズル。さあ、ネモ君はさあ、どうしましょうか。これは考えてますね。考える、苦笑いしながら、どうしようかな。どうしようかなと、ダルシム。まあ、メインメインでしょうか、ね、さあ、ネモ君が3体目ブランカで勝負、不自由の表情を浮かべながらブランクを出ました。さあ、カム、はい、あー、さあ、でもここは安い、なんか漏れてますね。さあ、今度は入れ替わる形、リバランが、さあ、ここはフォアはガードしている、スライディング当たらず、さあ、リバランうまい、さあ、これは透かして、うわー、とことこ歩いていった、心理戦ですね。投げ前の広さかなり広いっすね、こう見てると。あの遅い歩きでね、噛みつけるんだからね、かなり広いんですよね、投げ前が。やってる側も見えないっすよね。全然フランカのね、なんか歩きがね、ちょっと分かりづらいっていうのもあるんですよね。カミ
危ない危ない、今の2ヒットでピオルの音がなかったらね、今ワンコンしたギリギリでしょ。しかし体力の差はまあちょっとついている。しっかりソバット、さあ追い返されてしまって、あ1で OK。 下がる中盤強いっすね、あれね、何も通らないっすね。どうしたらいいかな。おー、ワンちゃん上が通って、さあうまい、うまいからの、あー投げられる。さあ試合運びがハイパー、これはしかしスライディングを潰す。エモさん体力リードしてますね。しかしここからガード前に来たい。さあ絶妙な前をキープして、ああやばい、さあしかしスライディング届く、スライディングにスライディング、しっかり前管理、あー決めていく、ジャンプライキック勝ったのはゆうずるさん。さすがにユーズ DJ だとねきついですよね、硬いですよね。続いては、さあなんとグッチさんと機械さんグッチさんと機械さんこれは面白そうですね。お互いいいキャラなんですかね。どうですかね。まあグッチさんもいろんなキャラ触ってますけど、機械さんもね結構いろんなキャラ触れるんで。そうですね、特に最近なんてもう、あ、あったあった、なんかベガでなんか調子ついてますけど、機械さんはガイルベガ、グッチさんはまあリュウバイソン。あ、バイソン、なるほどなるほど。さあキャラ選択はさあグッチさんはバイソンで、機械さんガイル、ガイル、まあガイルバイソン、これもねなかなか面白い組み合わせなんですけれども、あのガイルが画面端に行くと本当にもう積んでる、ほぼ積んでるような状態になってしまうので、前に行きつつ後ろに下がりながら球を打つっていう、かなり高等テクニックっていうか超難しいんですよ。さあサーバーを合わせたぞ、見えているのか、あーユチ、あのサーバーはヤバすぎる。見てましたね今ね、確認できなかったですけど、おそらく見ていたんでしょう。開幕バックジャンプでいきなり画面端、はい、こっからがガイル使いの腕の見せ所。まあそうですよね。しかしグッチバイソン意外に静か、なんだかんだで、ね、だんだん画面端に追いやられているのはグッチバイソンだが、バーンパンチ当たって大ダメージ。さあダッシュアッパー投げ、目投げて、このダッ、ここはガードしている。このダッシュアッパー絡みの、ね、連携は本当にしつくて、ドンピシャでしたね今ね、ドンピシャでしたね、ちゃんと出ました、これが痛い相打ち。さあリードしてるなバイソン、さあこれはきつい、相打ちでも美味しくないのがガエル。さあダッシュアッパー投げ、これ見えない、あー巻き込まれてやってしまった。1ロットあるないか、これは固めのソニックで終了さあグッチさんが台に突っ伏している巻き込まれましたねあれね。さあ2キャラ目もグッチバイソン、おリベンジ。さあ機械さん先ほど鮮やかなサマーを見せつけましたが、さすがにナイパン当たらずにフォアが刺さってナイパン相打ち、あの如意棒、さあこれは高い、さあ裏回りから投げ、素直ですねからの機械さんよくガードしたなと完全にこれは熱くなってまいりましたね。まあ、すかし投げ、あ、いやいや、さあ投げて、ここからガイルは前に行ける、投げ、裏剣確定して、裏剣確定して、さあ投げて、さあダブルサマーはまだ溜まっていない、溜まったが、ここはソニックを読まれていますね。はい、さらりとかわして、さあ取り返して、これで1-1ですね。さあ機械さんは、
あ、これは…次はベガもいますから…ベガかな。さあ、機械さんがベガ、ね、ベガバイソン、結構難しいと思うんですけどね、ベガが。そうですね、もうまずお互いガメアジからスタートする感じですよね。さあ、これは死ねるぞ。あっと、もう体力がない。さあ、ジリヒン。さあ、おっとっと。さあ、ベガ突進するも、虚しく、ここは虚しダブルに。あっ、ちょっ、投げて、なんと、まくられる一気に。最後は出さねえだろうと投げてきましたね。前半はボコボコ偉いさん。さあ、投げられるからの、ここからきつい。さあ、うまい。さあ、バイソンのこの固めですね。ここからの連携がかなり面倒くさいですよ、ベガは。しかし、さあ、これはもう、はい、削りで KO です。この削り、本当にきつい。きついがお互いやりづらいカードだと思う。さあ、1回ベガ対グッチバイソンですよ。さあ、投げたのは機械さん。さあ、この画面足、またしても投げたのは機械さん。投げて、投げ、あ、投げに行かれ。2位から最後はやられて、死ねるぞ。投げる、これは。投げ返しのですね、投げ返しの機会ですね。手側投げキャラですね、もうね。投げキャラです、ね、バイソンも投げキャラですけど。投げっつうか、もう掴みっつうか、自分に負けないぐらいね。さあ、グッチさん、リュウですね。最後はメインキャラ、素直にリュウ。まあ、後がないので、ここは一気に踏みたいところ。さあ、ベガには負けたくないところだが、なんだかんだでダメージをいい感じに取られていますね。はい、ベガはね、結構ね、堅実な動きをするんですよね。ああ、なるほど。さあ、だーっとスパコンは壊されて、ここは投げに行かず、真空ガード。さあ、ダイヤシエ、今のうまいっすね。ダブル2ダイヤシエ、ダブル2を一発ガッツって、そこにちゃんとダイヤシエ参加しました。さあ、コンボちゃんと繋がってましたね。さあ、これでもう後がないぞ。リーチ、うまい。さあ、あーっと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 、あー、大勝利。あー、大暴れ。どうした、何が起きている。あー、もうこれはどうなる、ないのか。逃げて、これ踏み続けて終わるんじゃないか、グッチさん。しかし、してる、この体力はいける。あー、一瞬の判断の遅れ、高めのジャンプシューキックを食らってしまった。勝ったのは機械さん。なんと機械ベガ、やばい。やるな。何が起こるか分かりませんね。さあ、続いて PECO ペコですね。 PECO ですね。 PECO VS VS、 あ、セロテープ。あれじゃない、あ、ごめんなさい、あの、川島、自分は出ませんので。僕も出ない。はい、これはちょっと今日遊びに来ました。応援勢。さあ、セロテープさんと、ペコさん。ペコさん、さあ、ペコさんのキャラは何だったのかな。ペコさんのキャラは、ケンとチュンリー。チュンリー、はい。で、セロテープさんはザンギとホンダです。ザンギ、ホンダ、ホンダ。さあ、セロテープザンギ対ペコケンですね。あー、で、これ減る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 、大ダメージ、ソーリー。まあ、しかし、ザンギはね、硬いんでね、知らなかったですけど、はい、あれ、ダルシムとかだったら死んでますからね。いや、比較的、なんか体力が少ないキャラは余裕で死ぬんですよね。さあ、まず一本取ったのは、ペコさんの。さあ、S 剣には、 S 剣なんだが、竜巻暴れ。まあ、龍剣の中では S 剣は結構きつい方なんですが、はい、どうでしょうかね。ここはレジェンド勢セロテープとして。さあ、しかしきつそうだが、ダース一直強いな、あれ当たるな。まあ、ハゲ縫いをしているが、
コパンで咎められまくり、コパンが刺さる。さあバンジキュース、でっかいの当たって、おっ、あえてあえて行くわ。うー、どっちだ、なんかコパンで死にそう。あーあー、危ない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 、今のはお互い死んでいた。さあ、あーすー、なんとあれ、いっちゃんギリギリじゃないですか。やりましたね、今コパン、コパン出したのかな、コパンが、コパンを吸った。コパンだと、通常技は潰せるかもしれないですけどね、さすがにスクリューの間合いに入っちゃってましたね。しかし、今のは完全に悪空間でしたね。ダイヤシー、強いな、あの足が。しかし、足払いが激しい。波動がね、速いんでね、ダブラリが、あー、しっかりにスクリュー入れようと思ったけど、昇竜で割られる。さすがに、うん、速すぎる。さすがにあそこはもう、出していきましたね。おっと、セロホンダと思わせて、残留。さあ、もう一度セロテープさんは、残留。ホンダになっちゃうと、もう10-0になっちゃいますからね、もう。なぜ、なぜホンダ。さあ、コパンをプンプン振りながら、ダイヤシ波動。いかつい昇竜拳しっかり見ている。ダイヤシ、ダイヤシスカールがさあスクリーンに行く。さあこれでダメージ奪い返せる。さあ5番からガー黙っていて、さあ昇竜ガス当たりからダイヤシ昇竜ガード、あ、今ワンチャンいけたな。ダイヤシスカリ、うん、スクリーンね、ただ準備しないとね。ああ、じゃあ最後、あー、さあ中パン、やばくね。サガチュウ、強いな。さあさあ、ダブラリで回っているが、さあ、スクリュー、ここはうまい、うまい。あー、あダン、食らい投げできず。いやー、なんという試合運び、圧殺されて、あのふんわり竜巻からの試合運び、ね、あんぱない、繋がっちゃうんですね、だんだんだん。あの、こんな、さあ、もう後がないっす。さあ、同じく、ザンギー。ラウンド1、ファイト。さあ、開幕は、お互い何もせず。しかし。からの、あー、台足。台足見ている。うわー、わかんない、これ。あー、あー、あー、これでリーチですね。さあダイヤシー、うぅ、吸って昇竜拳、ダイヤシーくらい、エスケンの昇竜拳は早すぎる。さあ、多分今のは狙ってやってましたね、これじゃない。さあダイヤシー上がって、相打ちだが、あー、波動拳。さあ最後はダブラリをちょっとミスしてしまったようだが、さあなんとペコエスケン3盾ですね。これラブ、完全にラブゲーム取っていきました。ラブゲーム、ラブゲーム取っていきました。さあ続いては、さあこれ、ゆずるくんと、シノホンダ、シノさんですね。ユーズルさんとシノさんですね。なんかシノさんのプレイヤー名シノホンダなんですね。なんかめんどくさいですね、シノホンダザンギーとかになるんですか、じゃあ。もしかしたら。さあシノホンダさんのキャラクターはホンダチュンリーで、チュンリー、さあシノさんのチュンリー対ユーズルさんは DJ チュンリー。さあさあ、シノチュンリーどうなんでしょうか、全く見たことないです。俺も見たことないです、全然。でもさっきなんかターボチュンリーやりすぎてエクスチュンリー大変だって言う。あ、めっくりが当たった。さあ、あっという間にやられてしまった。さあ、ここはミスなくコンボを決めていく。ターボの練習のしすぎでうまいキック落とすことができないのか。アニコレ魂、中パンで飛びを潰されて、中パン、中パン、あー当たらない。あー
っという間にスカリニーカーニバル。さあこれは気まずい。まず一本取ったのはユーズルさん。さあこれどうすんのかな。さあホンダ、さあきついよこれは。いいね、ホンダほんときついっすよ。かなりやりに行かないと。そうですね、やりに行ったところでね、カウンター食らうと超痛いんだ。押し置きがあるんだよ。そうなんですね、めくりが結構めんどくさいんですよね、ホンダは大切に。さあさあプレッシャーをかけていくが、この球がきつい。さあしかし画面端の DJ はかなり強い。画面端にいても強い。強いですよ。やばいっすよ。あっ、ここはワンチャン。おっ、100個からの。あー、ちょっと高かったか。振り向きにジャック。あんなことをされたらひとたまりもない。大ジャックがね、一番出が早いんでしょうね。さあこの場合大事にしたい。しかし大パンで熱いけど。ホンダ厳しい。なんだこの肘は。めくりからの。さあここはゆずるくんがミスをしているが、危ない。あーバックジャンプ。まだ生きている。まだボールは生きている。あーさあこれでユーズルさんリーチ。2本取ったのはユーズル DJ。 さあ3体目はシノさんはボス。さあ3体目はホンダ。カヤ魂を見せていただきたい。さあいきなり100巻、おいしい。さあめくりいいですね。きた。さあ後半から第1巻。さあ果敢に飛び重ねていくが、さあこのリードを守れるか。そうですね、守りきれるかなんですが、球踏んで。あ、でも本当に守って戦うのね、結構 DJ だと結構きついですね。さあ追いつかれてしまった。うわ、どうする。あー炸裂で KO。 絶妙な前から張り手が刺される。行きましょう。張り手。さあバックジャンプ。さあ頭でなんとか近づいて飛びが刺さる前にしたいが、しかし近づくだけでも難しい。うまい。さあここは張り手から頭突きが入って、さあ体力的にはかなりやここは立ち台キック。ホンダのその飛べる間合いが完全に DJ にとっても美味しい間合いなんで。そうですね、かなりきついでしょう。ミスが許されない。さあ今のこの間合い大事にしたい。しかし寄れない。さあ安田をなんとかいなして先読みの垂直が。なるほどなるほど、やばい。飛ぼうとしたときだけ大エアスラー。エアスラー、台に引っかかりまくってますね。はめか。あー意地で落とされる。しゃがみ台パンで対空しました。やばいっすね。勝ったのはユーズルさん。さあユーズル DJ 3連勝で、続いてはさあ次は草くんと、もみおと書いてあります。もみおさんですよね。もみおでエントリーですね。さあもみおさんと草さんですね。もみおさんのキャラはザンギバイソンで、草さんはチュンリーホンダです。なるほど。さあザンギチュンリーきついですが、はい、ワンチャン一回転ぶとまあないことはないですね。バックジャンプが、本当ジャンプの軌道が、ね、高くてね、相当弓で飛んで、はい、しかも
ジャンプチューパンとか変なやつが上にいるチューリーは落ちないですよ。さあきついなと揉めを漏らす、はい、チューリー硬いな。さあ気候圏で余計なダメージをもらってしまうと勝つのは厳しい。さあナイスガード、ここはガードして、さあこれ、さあクラゲやめろ、寄れないクラゲ。さあこれ安いクラゲね、ほんとね、でかいし、ハイエンダーで、あー、間違いなく。さあもう、あー、もう体力がない。これでは、飛んだ瞬間に、さあしかし、あるよこれ、あー、間に合ってしまった。ドロップキック、早出しドロップキックじゃなかったらね、普通のなんかジャンプ中キックとかだったらもしかしたら。さあしかし取っていったのは草チュンリー、はい、開幕第一班、あー苦しい。さあさあ連キャンジャンプが決まったところだな。ラウンドキック、ラウンドハウスやばいな。ラウンドハウスっていうの。あのタッチキックはでもね、あの見てからだと間に合わないんで、結構早めに読みで置いてある感じなんですね。ああ、なるほど。ワンチャンダブラリーが当たるっちゃ当たるんですけど、ザンギガンを見てからダブラリーはなかなか当たらないんで、あの読みでダブラリー置いとかないと。やっぱり読みで。置かない読みで。さあ、連携ダンク。さあ寄れねえ、めんどくせえ、あれおい完全俺はエヌガエルの目標。さあどうする、やばいな俺、マジか。ここは戦列が地上、さあこれでチュンリーが2本、2本ですね。さあやはりモミオのザンギでもきつかった。さあ3体目もザンギですね。さあさあ3度目の正直、はい、バニシング、あしかし光は見える。さあ来た、しかしスカレーに壊されて、さあここは出た、あっと、さあチャイニーズサマーソルト決まる、これは気まずい。いやあの技本当に空中でサマーソルト出しますからね。夏塩足でしたっけあれ。さあ草さんもこれリーチになってますが、チュンリーがリーチ、はい、モミオさんなんとか追いつくこと間に合うか、しかし寄れない、やめろ、あー大した、クラゲを吐き出すんじゃない、玉が今日は読みで飛んだが玉踏みですね本当に、はい、遅い早い早い、あー勝ったのは草チュンリー。さあモミオザンギでもやはりチュンリーはきつい。さあ場外戦が激しい。続きまし て、ペコさんと機械さんですね。これで、予選の準決勝ですね。これ準決勝、準決勝ですね。機械さん対ペコさんですね。はい、まあ、ペコさんは、まあ、ケンチュンリーで、まあ、1P が機械さんはガイルベガ、機械さん、さあ 2P がペコさん、さあさあ機械ガイル対ペコエスケン、ガイルエスケン、いい勝負になると思いますよ。いやしかしダルシムステージ。いや
でも ここはね、機械さんなんでなんとか対応してる。なるほど。でもまあ S 剣といえどもガエルはすごいやりづらいんで、いい勝負だと思いますけど。どうすかね。今若干 X 流より全然いけると思うんですよね、 S 剣の方が。まあただ膝がないんでね、 X 剣と違って膝はめはないですが、通常攻撃だけでいけるのかな。そうですね、まあ、通常攻撃の火力とかまあいろいろあるんですけど、画面端のかなりきついので、あれかな、 S 剣の飛びがやっぱりサマーで勝てない位置があったりするんじゃないかな。あー、そうそうそうです、あるよね、うん。さあここは S 剣ペコさんがアッパー昇竜で締めて1歩目、さあいきなり、さあここはいやーまーい、コア投げや、あーこれはちょっと高かった気もするが、さあ機械さんはなんとかなぜか前ジャンプ、あ、危ない。しかし行きつけてサマーめくる、やりに行ったところ、やりに行ったのに負けるっていう。さあこれは機械さん遅らせ、弱波動当たらない。さあダブルあのタイミングはですね、当たりませんね、ダブルサマーソルト。当たったけど一発でしたね。一発、うそう、あ、ダウンすればいいんですけどね、ほんと。そうですね、空中で当たっちゃえばね、ダウンするんでまだマシですけど。そう、ガイ流のサマー、ダブルサマーソルトね、あんまり強くないんですからね。さあ、取ったのはペコエスケンが1本。さあ、機械さんはガイルベガなんですけれども、もう一度ガイル、まあ、ガイルでしょう。さあ、やはりペコエスケンコンボ、やりますね。そうですね、通常技からのコンボを絶対ミスらないんで、これはかなり、先ほどのターンはね、あの大昇竜がかなり冴えてましたね。冴えてましたね、使い方がうまいです。さあ、画面し、さあ、コアコア昇竜さっき食らったんで投げが通る、歩き昇竜我慢しましたね。しかし波動拳で押されて、あっという間に画面し、さあ、スタブが刺さる、ダイススカット中足、あ、うまいっすね、今の地上戦がかなり見えている。さあ、ソニック、さあ、タイヤシで、本当は、さあ、ここでアゼチュー、しっかり炸裂、ね、ちゃんとずらして中足ですね、ずらしましたね。しかし、機械さんの中足がうますぎた。剣、ね、剣の波動に対して垂直で飛ぶと、なんか怖いですよね。超怖いっす。素直にガードした方がしかしいいバーガーもある。さあ、裏剣当たらない。早いな、ですけど。しかし、さあ、ここは投げ返し。これはラッキーですね。さあ、ここはソニック。さあ、取り返した機械ガイル。竜巻ガードした後によく投げましたね。ねえ、あそこ怖いですけどね。あそこからもう一気にその昇竜拳食らった日にはもうおしまいですので、ね。さあ、ペコさんは、ペコさんはケンとチュンリ、はい、ケンとチュンリなんで、さあ逆に S チュンリお、来た、チュンリ、あ、これはパレスチナ戦士のカラーパレカラーですね。もうあまりにも当て投げしすぎて、もう返り血であがく染まってますから。あ、しかし機械ガイルは百戦錬磨、あ、投げる、今危なかったですね。さあ、繋がっている、繋がったけど中足でめくれるんですよ、ね。さあ、しかしこれはいい勝負だ、投げで死ぬぞ。おお、ここはガード、あっとっと、さあソニック、ちょっと今様子見すぎましたね。ペコさんのチュンリーも中から流れてないので、何やってくるか分かんねえと、そうそう、怖いよって言ってます、ね、何やってくるか分かんないですよ。さあ、ソマットが当たって、あ、チュンソマ、さあ、投げたのはチュンリー、投げる、さあ、まだお返し、さあ、めぐり入って、ここはチュンリー我慢した。さあ、パンチュー足、さあ、ここはスラスト体育うまいな。さあ、中足、まだ生きてるが、飛んでいったのはなんと機械ガイル、飛びましたね。さ
さあペコさんが先に取られてしまいましたね。機械ガエルが今2本、もう後がないです。2対1ですね。さあさあペコさんの対象がエスケンでしたね。さあエスケンジャンプはしっかりしゃがんで待ってますね。さあこれめんどくさい。さあ波動神から中足。さあスタブ当たって機械さん硬いぞ。だいぶリードしてる。さあ無理はしない。セミって大惜しい。他でも全然追いつくのがエスケンですから。プレッシャーをかけてるのはペコエスケンだが、はい、しかしなぜ裏に行ける。なぜ裏しゃがんでたから。キャンさん投げたのかな。投げたらソニックが出ちゃってる。さあゼロドット。ああ、なんとまあ間に合わないでしょう。すげえな。ダブルサマーを昇竜拳で一方勝ちましたね。1回転と2回転目の間に一応なんか割れるみたいですね。すごいなって。さあ台足から。さあ画面端の機械ですけどね、強いですよ。竜巻アーニング投げでお返しピオール。さあスタコンはできない。できないっていうかやらなかったのかな。はい、さあ投げられる。投げ返す。さあちょっとあたふたしましたが勝ったのは機械ガエル。はい、さあこれでお次は、さあこれで機械ガエルが、決勝進出ですね。さあ続きまして準決勝第2試合は、はい、ゆうずるさんと草さんですね。くんと草さん。さあ組んでいいかな。ゆうずるさんは DJ チュンリーで、DJ チュンリー対、草さんは、まあ、チュンリーホンダ。草モンドですね。草モンドです。さあ草くんはチュンリーにカーソル。さあゆうずるくんは DJ。 さあ DJ チュンリーきついですね。 DJ がきついっす。さあ球の打ち合いからいけれど、まあ、ワンチャンはあるんで、どのキャラにも、DJ はワンチャンでいけるんで、なんとかある可能性もある。さあクラゲが刺さって投げ、クラゲの処理だけでね、結構時間も体力も奪われることが多いです。ああそうなんですか。で打ち合ってるだけだと何も始まらないんでね。さあスカリに中足刺さって、いやいやいや、あえて歩いてガードつけたのに食らってましたね。戦列が刺さってしまう。弾でね、押せりゃいいんですけど押せないんですよ。さあ百列くらい投げ高めから投げられて中足が吹かされる。さあ表はちゃんとガードしましたね。チュンリーをね、DJ でこう表からの飛びで一発で殺せるってなるとね、かなり強いですね。あさあ、投げたのはユーズル。めくりでスパコンが終わりましたね。なるほど。さあ、飛びが通る。さあ、プレッシャーかけていくのはユーズル。しかし、ジャック、こっからジャック、めくりやるわ。一気になんと取ったのはゆずる DJ。 持っていきましたね。さあ草くんはホンダなんでしょうがないですね。これチュンリー出すしかないですね。さあ2試合目、2試合目どうなるかな。さあちょっと飛行剣を躊躇していると今更で押されてしまう。投げる。ここはチュンリーのいいムーブが炸裂。炸裂やっぱ最強の技っすね。さあ戦列があるとエアスラの回転が遅くなって、よしやばい。さあユチ、さあここはガードがシールが、さあ
互い取り返せる体力。チュンリー側がね、あの DJ のジャンプ台キックをあまり警戒しすぎると球で押せなくなる。さあこれはタイマー、しっかり時間を使い果たして、時間使いますね、じわじわと体力を減らしていく、冷静ですね。さあ食らって、さあ10番コッパ投げれず、ガードをしている、投げ切りガード、さあちょっとサチュンリーが硬くなってるかな、あっと食らうが、ここは食らい投げ落とせないけど、これ、ね、ああーっと刺さる、2段目から刺さってあのダメージですよ。すさまじい。さあここはゆずる君が狙っているが、これはあー、あの中盤に相打ちにならないように刺さるには、ああやって上高めで、ね、当てるしかなかったですね。今でも高めで当ててもすごいなんか投げられるっていう、まあ逆にねフライの削りの時間が変わっちゃうんでね。さあこれでお互いに2-2、あ1-1か、1-1ですよね。失礼しました。さあ上は見ている、あ違うな、え？サブが、あ、三対、あ、そうか、だから今二一だっけ？分かんない。失礼しました。さあ、サブが持ってて、1-1でいい。さあさあさあガード、さあ相打ち、さあ追いつくわね、あーめっくりから、早めジャンプ中キックボキですね。ちょっと分かりづらいです、あれ繋がらねえんじゃねえのっていうタイミングなのに繋がる、繋がるんですか。しかし球でじわじわと追い返していく。さあこかされて、あのゲンがねスライディングの出がかりとかをね全部潰すんですよね。何でも潰しますよ。さあ引っ掛かるかね、あの引っ掛けにゲンキックは使える。さあ投げられる、めくりつったらスパコン、やっぱ暗い。さあこれで草さんが、2本目、これで 1-2 草さんリーチかける、さあ相打ち、開幕エアスラとゲン、見やすい。さあ草くんの飛行の回転率がちょっと上がってきたような気がする。さあここはゲンが下がって跳ねくれ、ダードを投げ、さあこれここはジャックが裏でも当たって、裏で当たった、で、あそこに線ですとか入ると痛いんですよ。あーっとガード、ガード投げに来て肘当たる、わー都道県体育、うわ百列減る。ここは素直にボタンの音が聞こえてたんですけどね、もしかしたら出さないっていう可能性もあるんでね、思い切って気づいた前に歩いてました。さあ球ではゆずる君が押して、はい、さあジャックで拾ってスパコン、もう一発、あー拾えない、スピニングで逃げる、
引き場で逃げる。結構遠いですね。当たらない。さあ、ここは吸う。打ちで、さあ、貢献をまだ打つ。ああ。ここは空対空。ジャンプ見てからジャンプですね。さあ、投げ。投げ。さあ、ジャンプ大キックガード。画面始まってんで。サバ。火炎臭ですね。切り返して。さあ、これで形勢逆転か。さあ、ジャックが当たって。あ、めくりが。次からコンボミスらないユーズルが。2本目取って、お互いに2-2。はい、これでお互い2-2。これがラストの試合になることでしょう。ね、チェンリー、3回目。え？さあ、大将戦。さあ、だんだんお互い、2人ともね、動きが良くなってきますね。ワンちゃんダブルキュー。中盤中キックから、あーさあ、エルは玉抜け一度ったれ。この体力差はきついでしょう。すげえこれね。さあ、しかしスパコンがあるんで復活には、さあ、これ半角ですね、今。さあ、これでさあ、リーチをかけたのは草チュンリー。はい、間に合うのか。さあ、これ確率。さあ、草チュンリーがプレッシャーをかけて歩いて投げ。さあ、スパコンも溜まってしまった。これはバンディキュース。きつい。お、当たった。おお、あるよ、あるよ。あー、あーだー、怖い。つい試合です。さあ、緊張感がガード相打ち、なー、間に合った。さあ、しかしハイキック一発で死なないかな。あー、勝ったのは草さん、チュンリー。チュンリー。さあ、決勝進出は機械さんと草くんですね。さあ、これで決勝戦。決勝戦です。予選決勝。さあ、デイトナー式決勝、スターハイス決勝戦。さあ、ワンピー側が機械さん、スーピー側が草くんですね。決勝戦、決勝戦いってみましょう。スターカップデイトナー式予選。さあ、決勝戦のカードは機械さん対草くん。あっと、機械さん。さあ、ワンピー機械ベガ対スーピー草チュンリー。さあ、宣伝カード。宣伝カード、チュンリー側が宣伝遊べるカードを投げて。さあ、どこがテンション。さあ、ガードしている。さあ、機械さんのベガは草チュンリーに対してどのようなプレーを見せるのか。さあ、落とす。しかし、おっと、今のは投げ前以外だったか。さあ、やりきった機械さんが、いやー、ここは見ている。これは削りでいけたんじゃねえか。削りにはいかない。でもどうすかね、微妙に体力がある。あー、やっぱ中盤、中盤。さあ、1本取ったのはサチュンリー。さあ、1回目だわ。さあ、どう立ち向けるのかな、このダブルリーノ。さあ、しかし体力半分近く奪って、さあ、逃げる、逃げる。あれ、よく見ますね。あ、さあ、投げない数、このダブル2、ダブル2の固め、投げ返しの機械。さあ、ベガでも投げは健在ですね。そうですね。さあ、ダブル2は球に当たって、
瞬でいい勝負ですね。あっとということでね、もう画面端だったが切り返して W に、さあこれはラッキー、入ってくれた、これはラッキーですね。しかしもう一回貯められると思いますけどね。ダブルに当てる、さあプレッシャーをかけて1回ベガがなんとリード。さあここ投げ返して危ない、今の飛行機はちょっと危なかったが、ここは機械さんがうまく前を取って、さあなんかやってたが出る、ワンチャン投げに来るぞ、これはあー危なごっちゃごっちゃでしたね。すっかりにダブル2が刺さって KO。 さあ機械ベガが1本目取りましたね。そうですね、これで 1-0 です。チュンリーを倒す、投げる、投げ返し、投げる、投げ返しの、美味しいお手玉。さあ、おっ、お父様が当たって投げにはいかず、しかしバックジャンプ早いですよね。ベガの方がありそうなイメージもありますね。お互い球を打ったらお互いぴょんぴょん飛びますか。さあもう時間がないので逃げ切った。逃げ切りましたね。さあ落とされる、ハハ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 ハ。なんとパーフェクト。さあ前ジャンプしてあれでナイトメア出るやばい、着地に突っ込んでしまう、やばい、ずっと出してる落としてダブルに投げられる、これはあっとサマーがスカルが、さあスパコン、体力差はきついか。さあ、いや、いけるか、いけるか、機械さん、きつくないと諦めないと、諦めない。さあ、スパコンゲージが溜まったが、しかし残り20秒、チュンリガーももう溜まるかな、これはね、はい、終わり。さあ、取り返したのは草チュンリー、はい、これで 1-1 ですね。さあ、両者譲らない。さあ、機械さん、機械さんはね、チュンリー戦かなり気合入れていけると思うんで、まあ、大丈夫でしょう。ベガ、ベガで行く、ベガで行く、なるほど、向こうが本手で来たらガエルで被すと。さあ、ホンダを誘ってるってことですね。ダブル2でお返し、お姫目投げ、うまい、あ、ピオラない、このキャラはピオラないのか。おーい、さあ投げたのは機械ベガ、投げますね。さあセロテープさんが隣ですごい楽しそうに、なんかセコンドついてなんか喋ってますね。機械さんにつぶやいてます。あとこれでちょっとやりづらくなった、戦列はかしてダーン当たり、きついなのかな。ベガの飛びを多分チュンリーが落としづらいんですかね。ああ落としづらい、だからいい、
まあ、このチームでガトリ返して、はい、さあ、踏んづけて前ジャンプ中盤、さあ、中盤中盤中盤、やべ、中盤そのムーブが始まって投げたのは危険、あーっと、まあ、がやばいやばい、さあ、背中切り背中切り、あー、相打ち相打ち、ここはナイトメアを誘っているが出してくれ、あーから、からジャンプ予定が狂ったと。さあ、先にリーチをかけるのは草チュンリー、はい、これで1、2ですね。さあ、機械さんはもう大将ですね、3体目。さあ、もう出すしかないよ、これはもうガイルしかないセロテイさん、お前を信じてガイルを使うと。なるほど、セロさんもさあ、中キックタイプ相打ちになっちゃいましたね。しかし、まあちょっと距離があったのか、ガイル、まあガイルチューニーも結構いい勝負なのでわからないですよ。あっと、相打ちポイントが見逃した。さあ、高めの中キック、さあ、体力的にはほぼ五分だー、痛いの食らって、あー、ちょっと安易なソニックでしたか、あれはバだなーって、裏剣当たらず、さあそうですね、ここからですね、さあ先に入ってくれて、まあ、削りで使おうって考えなんですね。やばい、サンバーがスカル中足が刺さって、ここからなんとか間に合いたいガム、さあ、あー、ちょっと待って、投げさあ、予選優勝草さんです。予選優勝っておかしいな予選抜け、さあ、予選突破式はおめでとうございます、草くんでした、草さんです、おめでとうございます、おめでとうございます。一言いただきましょうか、じゃあ一言、あ、どうも草です、あ、お疲れ様です。とりあえず、まずはデートな式様、大会予選開いてもらってありがとうございました。式の代表として、まあ、関東のチュンリーの代表として多分チュンリー関東から行くの僕だけだと思うんで、あ、そうなの、チュンリーの思いを背負って強キャラプレイを見せたいですね。ちゃんと優勝できるビジョン作っていきたいと思いますので、おー、いいね、よろしくお願いします。頑張って。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本日の大会はこれにて終了いたします。あとはまあお時間が許す限りの試合の方は楽しみくださいと。多分書類とかないようでないですよね。はい、じゃあお願いいたします。あ、草さん、後で店舗のツイッター用にお写真撮りたいのでお願いいたします。1枚よろしくお願いいたします。では本日、大会参加していただきまして誠にありがとうございます。毎週金曜日対戦会もやっておりますので、今後ともその方もよろしくお願いいたします。それでは、またいつかお会いいたしましょう。さようならありがとうございます。
の人が来